皆さんこんばんは。今日は新しく開発した、サバイバルキット、吉井本家の火打ち金の野宿の匠サバイバルキットの説明をさせていただきます。新しくコーデュラナイロン500の袋に入れました。これによって携帯性が非常に優れ、今までのサバイバルキットはすべてビニール袋でしたが、自分の着火道具を持っている方々はそれで、その箱の中に入れればよかったんです。例えばひろしチャンネルのひろしさんとか。ただ初めて持たれる方はやっぱりこういったあの袋があると非常に便利だと思います。非常に小さな袋です。しかし頑丈にできています。使い勝手もいいです。ベロクロで開けられるようになっております。そしてまずはここに吉井本家の火打ち金が入っております。ここに付け木が入っております。そして北地もここに入っております。最後にこの小さなところに、あれちょっと戸惑ってますが、目の出てこい。およ奥入りすぎちゃったね。やっぱり昔の石って小さかったんで、はい、目の出てきました。そしたらここでお口を乗っけて、いつものごとくこれで着火、こんな感じで、最近北地も硝酸カリウムの量を増やしているので非常にバシバシ、この音聞いてください、バシバシ燃えてます。煙が出るとここは火災報知器が鳴るのでやばいので、ここで消します。以上、新しいサバイバルキットでした。まだ試作品なので市場には出回りませんが、まああと1ヶ月ぐらいの間には発売できると思います。よろしくお願いいたします。